こんばんは、山上ファクトリーです。お元気ですか？私はですね、先週ぎっくり腰になっちゃいましたね。もう痛かったですね。カツンときましたねはい、で今はもうね、だいぶ良くなりましたので、また、頑張っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、今日はマッチ箱アートの34話目になりますね。はい、34話目はですね、ぎっくり腰スペシャル何のことかわかんない。皆様の健康を祈りまして、ガラスの靴シンデレラのですねを作ってみたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。ね、とても綺麗な作品できましたね。ぜひご覧くださいね。はい、では今週も土曜日の夜はマッチ箱アートでゆったりとお楽しみください。なんか違うものが出てきました。はい、後で。はい、では DIY を始めましょうね。もう靴はですね、この粘土から、で作っていきますね。はい、粘土でまず型を、作っていきます。乾いたらこういう形でね、はい、ヒールですかね、まあ、作ったことないんですけどね、頑張ります。まあ、こんな感じで、ハイヒールの形にしていきますね。こんな感じかな。まあちょっと難しいですね。はい、でこれがね、なんとなくっぽい感じがしますよね。これをガラスにするんですけれども、まあ、そのやり方はまずこのね、今の粘土のやつを型を取りますね。普通はね、こういう型を取るやつあるんですけど、今回は、なんですかこれはね、グルーガンでね、型を取ってみたいと思ってます。はい、中にさっき作った粘土の靴を入れまして、はい、で冷やしますね。はい、で冷えましたら中から取り出して、このね、外側だけを使いますよ。でこの中に、レジンを、透明のレジンを入れますね。はい、で、UVで固めていきますね。はい、固まりましたら、はい、取り出しますね。中から、はい、こんな感じでね、ガラスっぽい感じの、ハイヒールが登場しましたけど、これをきれいに、形を作っていきます。こんな感じですかね。どうなんでしょうね。はい、で、これをさらにきれいに、もう一回レジンを塗りましてね、ツヤを出しますね。はい、でここはこれなんですよ、ポイント 0.003 カラットダイヤモンドをちょっとおまけでつけちゃいました。見えないっていうね、気持ちだけつけましたよ。で UV で温めると、温めるっていうかね、紫外線が出ると固まります。で背景とかですね、こういう感じで、今日はねライトが2発、ガラスの靴に照射するやつと背景という形ですね。であとはもうほとんど目立たないように黒く、ね、引き立たせるために全身黒、全身じゃない全体黒ね、でここにガラスの靴をね置きまして、ね、まあ、ちょっとこう植物なんかも少しね、周りに少しつけたりしてしますと、できましたね。電気つけたら、来ました。これでガラスの靴完成。ありがとうございます。ではしばらくお楽しみください。はい、どうもご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？結構綺麗でしたよね。作ったことないんですけどね、難しかったですけどね、まあ腰が痛くてね、すいませんね、もう本当にね、皆さんも気をつけてくださいよ、腰はね。ほんとね、一気にね、もうカツンときたらさようならみたいな感じになりますね。はい、ギターの方もなんとかね
来週ぐらいやっていきたいと思ってますんで、皆さんお元気でね、来週またお会いしましょう。ありがとうございました。